ぜ。ちょっと待ってくれマリサ。まだ私たち何もしてないよ。何もしてない。か。最後ガンオン実況動画投稿したのいつだ？いつだっけウプ主。7月28日です。なんで5ヶ月も動画編集サボってたんだよ。確かに、ウプ主確かずっとポケモンやってましたよね。あ、そうそう、おしゃごろくぶエクロバット作ろうとしてて。でおい。ああ、そうかい。すでにマスパ受ける覚悟はあるわけだな。ちょっと待って、話せばわかる。あ、これはもうあかんやつだ。そんなことより、したい？これってやばいやつじゃね。ですよね、逃げましょうか。あ、逃げやがったあいつら。私はマスパ受ける必要ありますか？お前は帰ってもいいぞ。はい、では。あ、じゃあ私も。お前はダメだ。ですよねー。あ、そうだマリサ、今度100円あげるからさ。お茶入ったよ。あれ、どうしたの？いや、別に。皆さんこんにちは、ルーミアだよ。最近足つりました、ユリカです。1週間前までインフルエンザだったマリアです。チョコバナナが食べたいサナエです。というかサナエも人間体なんだな。まあ私だけゆっくりじゃ違和感ありますしね。今回はこの4人でガンオン実況していくよ。で今回使う機体は、ジオ、ジューザク、ジュアック、ハイザックだな。今回は私がプレイしてるよ。今は補給凸してるところですね。このマップは最初の補給凸で大きく差を広げれるね。でこのジオなんだけど、最近はこのマップ以外じゃあんまり使ってない機体だよ。ダウンポイント性の追加で弱体化しましたからね。まあ弱体化したって言っても覚醒中のジオは十分脅威なんだけどね。さてと、もう少しで敵拠点に着くかな。まあぶっちゃけこの補給凸ジオが5、6体いれば中央拠点割れるんだけどな。セオリーではジオが中央凸でそれ以外が CZ 凸らしいな。まだ防衛は割り切ってない感じだね。よし、突っ込んじゃうぞ。死亡フラグでしょうか。いや、リリアや霊夢じゃあるまいし。大丈夫だろ。よし、もうすぐだぞ。ここで覚醒を発動しとくよ。入ってから覚醒使おうとすると使えずに死ぬことが多いからな。あれブースト切れるの？ああ炎上中だ。いや炎上中だなんだ。通常か。80ポイントですか。あんまり削れてないんじゃないんですか。重弱でゼット防衛するよ。まだ結構敵残ってますね。重弱はいつの時代も結構活躍できるよね。コスト200。火力もまずまずありロケシュならチャーバズで結構体力削れるもんな。まあコスパはいいが、同じ低コス銃撃だと連邦に圧倒的に負けてるのが辛いな。ああ、初期ジムですね。あれは本当にうざいですよね。ビームライフル B3 が高コストかと同じもんだからな。ビームライフル弱体化待ったなし。やめて、他のジオン B3 も気が一致しなくなっちゃう。まあ弱体化しても低コス限定でしょうけどね。動画開始わずか3分近くで決着つきそうになってるんだが。大丈夫どうせ泥沼化するから、今は身を取ろうとしているところだよ。一人ではきついのでは。いやマップ見た感じ他の味方も見取りに行こうとしている感じじゃないか。おい今なんか見えたぞ。幻じゃないか。幻じゃないよ。うわびっくりした。何しに来たお前。別に用はないよ。じゃあね。マジで何しに出てきたのでしょうか。そりゃもちろん尺か。おいバカやめろ。よし、この感じなら2取れそうだね。味方も集まりつつあるしな。まあ2取ったところで戦況はあんまり変わらなさそうですけどね。いや今結構北に味方がいるしもしかしたら1取れるんじゃない。そんなことより仮だぜ百科。こいつは相変わらずである。そういやさ今クリスマス限定イベントやってるよね。MT1 とケンプファーを無料配布しているイベントですね。このイベントにはビッグラこいたよな。まさか金ケンプを使える時が来るとは思わなかったもんな。古参プレイヤーからしたらどう思うんだろうな。課金期待無料配布ほど大きいイベントはないですもんね。確か初期の EX 打者に走行強化ジムと書いたよな。あの頃には走行強化ジムなんてもう使い物にならなかったんじゃないか。いやその頃はまだ現役じゃなかったですか。それ言ったら世間では今ケンプは3敗って言われてるんだけどな。なお MT1、百式全盛期には3敗になりつつあったのにねー。なんだかんだで MT1 は万能機なんだよな。バズが遠いまでも強いもんな。ビームライフルもなかなか強いですよ。ジオンにも高コス万能機が欲しいよねー。コーゲルぐらいだよな。高コス万能機って言ったら、ジオンは尖った機体ばかりしかいないんだよな。R ジャジャとか存在忘れてました。
そろそろ実況に戻るか。なんかいつの間にか本拠点近くまで来ちゃったね。位置取れたのが大きいですね。防衛全然湧かないもんな。味方も結構いるし、もしかしたら言われるかもね。いや、敵3拠点付近に結構いそうな感じじゃないですか。やばい、オーバーヒートしちゃった。全然ダメだったけん。いや、まだチャンスはあるはずだぞ。いや、ジュアップの速度じゃ拠点まで行くことすらできんだろ。それもそうだね。味方が結構拠点削っているし、私たちが行く必要もなさそうだけどな。思った通りもう見つかりましたね。むむむ、これはもうダメっぽいね。まあ逃げれるわけがないしな。と思ったらロック切れましたね。ワンチャン拠点に突っ込めるかもしれない。はあ、無理だろこの体力じゃ。やっぱりダメでした。知ってた。はい、バック行くぞ。いつかのイベントで配布されてたやつだな。ジャーバズからの6連ロケットランチャーの火力は凄まじく、コスト以上の活躍も期待できる機体ですね。ジャーバズで敵を撃破。どう見てもまぐれなんだけどね。あらあら、撃破まではいかなかった。敵めっちゃ湧いてるんだけど、いやちょっとこれは。まあ迂闊だったな。さっきからいいとこなしだよ。防衛であんまり前に出すぎると狙い撃ちにされちゃいますしね。まあ技量が足りないのもあるな。あの敵ならマシンガンで倒せそうだぞ。エイム力ゼロじゃねえか。まあ撃破できたし。てかアレックス来たんだけど、こっちに気づいてない感じでしたね。お、ジョバックスか。そういやこいつも配布されてるな。ぶっちゃけ強いんですかね、こいつ。戦闘しないっていうポテンシャルはあるし、まあまあ使える機体なんじゃないか。まあついになってる銃剣譜はかわいそうな性能ですからね。もうちょっとどうにかできなかったんかね、あれ。あんなに近かったのに外してしまった。ジュアップと正面から撃ち合うのは厳しいんじゃないか。いやまさかの殴ってきたよあのジュアップ。まさかのカップロ持ち。今度こそジュアップで活躍するぞ。しかしこのゲージ差じゃジュアップが前線に到着する頃にはもう試合終わっているのでは。それもそうかな。まあいいや、4付近まで行ってみるのか。なんか撃たれてたからこっちも撃ち返すぞ。いやもう味方が倒したな、多分。ジュアップちゃんに出番はないのか。ちなみにこの後は何もなく試合が終わりました。あんまり活躍できなかったのか。まあでも勝てましたね。でも順位は結構いい方なのか。初動突で稼いだからでしょうかね。じゃそろそろ締めるか。そうだね。それじゃ皆さん、ご視聴ありがとうございました。